2022年新作が発表される監督は、さあこちらを予想してください。新作発表ってことは上映しなきゃいけない。そうですね、まあ新作発表して、まあ、いつ公開とかはまだ未定とかでもいいんですけれども、発表される監督ですね。今ちょっと2人いて迷ってるんですよね。書けました。新作発表する監督はこの人です。じゃじゃん、松本ひとしさんです。まあ、めちゃめちゃ忙しいとは思いますけれども、でも庵野さんとの対談、それでなんかいろいろ話をして、まあ、あれきっかけじゃないけどやるってならないかな、なってほしいなっていう、あの時に監督業をするのをどこまで人に任せていいのかがわからないっていうか、なんかそういうことをおっしゃってましたよね。はい、言ってました。そうだから、でもそのまあ、それで庵野さんがこうできないことは人に任せますみたいな、まあ、どうなるか分かんないけど、まあ、まあね、そのまだ新作発表もしてないのにどうなるか分かんないけどって言ってもらえたけど、新作発表してほしいな、松本人志監督。願望も入って、願望も入れて、まあ、確かに見たいですよね。5作目になりますから、2013年の R100 以来新作はないですか、ね、ないのか。でもその私迷ってたのは、はい、松本人志さんか北野武さん、こう劇団ひとりさんの浅草キッドもネットフリックスで公開されたし、新作映画アウトレイジ完結編以降撮ってないですよね、今のところ。そっか、北野武史映画やってほしいな。いや、もうヤクザものも大歓迎ですけど、こういろんな経験をされていろんなものを見てきて、こういろんなことが、なんか私すごく、なんか最近北野さんがおっしゃった言葉ですごく胸に刺さったのが、あのキングオブコントで空気階段さんが優勝した時に、そのままたけしさんのテレビ番組に出られてて、でなんか辞めなくて済む理由ができてよかったねみたいな、続けていい理由ができてよかったねみたいなことをおっしゃってて、なんかそれってなんかすごい、なんかはぁーって思ったっていうか、なんかこうおめでとうとかそういう言葉もそうなんですけど、なんかその続けてていい理由ができたっていうか、そのなんかなんだろうそういう言葉が出てくるっていうのがなんか すごいなっていうか、なんか私はそのことに対してすごくハッとしたんですよ。だからそのたけしさんには、そのたけしさんのこうたけしさんから見た人生観みたいな、人生観っていうか、なんかそういう、なんだろう、こう、人生みたいな映画を撮ってほしいなって、こう、なんか、なんだろう、なんて言ったらいいんですかね。割とすごい抽象的な感じでいいんで、こう、なんだろう、なんか、この、なんか言ってる意味わかります？なんて言ったらいいのかな。まあヤクザでも何でも、そのたけしさんが撮りたいなって思ったものを撮ってもらえたら私は嬉しいです。その今たけしさんが映画を撮ったらどういうものを撮られるのかみたいな、そっちが気になりますかね。確かに北の映画だとその時期によっていろんなその特色があって、ただもう今本当に75歳になった今、総決算みたいな映画をちょっと一本見たいですよね、これを楽しみということで、まあ一応でも本命の予想は松本人志さんです、ね、そう、松本人志さん。
発表されたらもう大ニュースです。大ニュース。